堀光一は、長崎県長崎市出身の元プロ野球選手。宇都右打海星高等学校では、左翼手として1987年春の選抜に、出場。一回戦で、京都成功に敗退。夏の甲子園県予選でも準決勝に進むが、長崎賞に敗れる。同年のドラフト会議で、ロッテオリオンズに3位指名され入団。 入団直後のキャンプでは、佐藤幸彦や大村岩尾のバッティングに圧倒され、自信を喪失。長崎の両親も、3年と持たないだろうと周囲に、漏らしていた。1989年開幕当初より一軍に、定着し、4月14日の第近鉄バファローズ戦で、谷崎浩二から、プロ初アンダーを放つ。同年は二類種として21試合に先発出場を、 果たす。1991年に背番号を5に変更すると初めて規定打席に到達。同年は20本塁打を記録し36試合で4番打者を任される。年俸が12球団1安い4番打者と評された。堀の本塁打はこれ以降も続き、1998年に通算して1番から9番までの全打順本塁打を達成し、 その後も中距離打者として長らくレギュラーを守った。1995年は3番打者として定着。初の3割を記録し、チーム10年ぶりとなる A クラス躍進に貢献。打率309は一郎に次ぐリーグ2位。1996年はリーグ3位の打率312の成績を残した。 2003年には、チームの主力選手として、自己最高の22本塁打をマークし、この年だけで全打順での先発出場を達成した。打順は3番か6番が多かったが、後半戦は4番として活躍し、チームの勝利に貢献した。2005年は主に2番打者で活躍し、チームの31年ぶりのリーグ優勝と、日本一に貢献した。 シーズン終了間際で、規定打席に到達し、9年ぶりの3割となる打率。305の成績でリーグ8位を記録した。パシフィックリーグ2類種部門で、ベストナインを獲得する。18年目での初受賞は、パリーグ最年長初受賞となった。2006年からは調子を落とし、スタメンを外れる試合も多くなった。代打でも結果を残せず、 打率も2割台前半に落ちた。2007年7月7日にシーズン1号本塁打を放ち、有藤道夫が持っていた18年連続本塁打のチーム記録を更新する19年連続本塁打となった。守備では、青野武士の故障、今江俊明の不調などにより久々に三塁手でスタメン出場したものの、ホセオーティズの加入で再び出番が減った。 2008年4月12日、途中出場ながら、自身初となる一塁手の守備についた。8月20日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では一塁守で、先発出場し、史上40人目となる、通算2000試合出場を果たした。しかし、打撃成績は、前年より落ち、本塁打も1988年以来となる例、本に終わり、 20年連続本塁打はならなかった。2009年は、ホセオーティズとフリオズレータが前年オフに揃って、対談したこともあり、出番が増加。打率。259、4本塁打ながら得点圏打率。423、代打打率。417と、ここ1番での勝負強さを見せた。6月11日の対広島戦では、1イニング最多と、 なる15得点を記録した6回の途中から福浦、和也の代走として出場、その後も攻撃が続き、代走のまま打席が回ってくるという陳時があった。7月5日に2年ぶりに3塁でスタメン出場するが、これは西村特分がボビー・バレンタイによりスタメンを告げられる際、肖像類種、今江敏明の愛称であるゴリと堀を聞き間違えたことによるミスだった。 結局、堀は、第一打席で左翼へ、犠牲フライを放った後、次の回の守備で、今へと交代した。同フには、球団より、高知就任を打診されるが、現役続行を選択した。2010年は一軍出場がなく9月11日、球団より、戦力外通告と、フロント入りの打診を受ける。その時点では、本人は、現役続行を希望し、 シーズンオフの12球団合同トライアウトを受け、1回目のトライアウトで佐藤誠からホームランを打つなど5打数に安打の成績を残したものの獲得に名乗りを上げる球団がなかったことから12月2日に現役引退を表明、翌12月3日に千葉マリーンスタジアムで引退会見を行った。堀の引退をもって、 過去に、ロッテオリオンズに在籍した経歴のある選手はすべて、ユニフォームを脱いだことになった。2011年からは日本放送及び J スポーツの野球解説者を務める。3月12日の対埼玉西武ライオンズ戦を引退試合とする予定であったが、前日の11日、東日本大震災が発生。 この試合を含めたすべてのオープン戦が中止され、引退式は4月30日にずれ込んだ。2012年10月30日、2013年から、ロッテの一軍打撃コーチを務めると発表された。背番号は75。2017年まで同職を務めたが、2017年は、チーム打率、得点、安打、得点すべてリーグ再開に低迷し、 チームも6年ぶりの再会に終わった。2018年は、二軍打撃コーチ兼育成担当に配置転換された。5月10日には二軍内野守備、総類コーチに配置転換されたが、2019年からは、再び二軍打撃コーチを務めた。その後、2021年は、育成総合兼育成打撃コーチを務め、2022年からは、二軍チーフ打撃コーチを務める。 現役時代早い時期から、天才と呼ばれた選手。独特のオープンスタンスから、ゆったりとステップするフォームでボールを呼び込んで打つ。右打ちの上手さは、ボビー・バレンタイン監督に、太平洋一と評されで一という意味の可能性あり、右へと決めた時の徹底した打撃は、走者一類時の打席で特に発揮された。また、 器用さもありつつ、4番を打つだけの長打力も持ち合わせていた。2類の守備は安定感があり、他にも外野、3類、遊撃も守れるユーティリティープレイヤーとして長年チームを支えた。ありがとうございます。